ためは、江戸時代において、病気になった囚人などを保護する施設である。代表的なためとしては、江戸の浅草と品川、京都の秀銀村、大阪の高原などが知られているが、ここでは、江戸のためについて述べる。ためは、先族の近くに存在した浅草ダめと南品川に、存在した品川ダめがあり、浅草は車。 前七、品川は、松江門の両非人等が管理していたため、被人ダメとも呼ばれていた。ためを管理する役人は全て被人で構成されており、選室も非人等に一任されていた。ためにあたる施設が設けられたのは上京4年。前七や松江門が町奉行から囚人を預かる、施設を建設したことに始まる。当初は、行き倒れや無宿が主であったが、 取り調べ中の者も,も収容することになり、施設が手狭になったため、前七が玄禄二年に九百坪、松江門が同十三年に五百坪の土地の提供を幕府から受けて完成された。収容されていたのは前日の通り、天馬長老屋敷にて重病になった囚人、遠藤に値する重罪を犯したが15歳に達していない者、追放刑を受けたが、 身元引き受け人がいない無宿などが対象だったが、主人や親を殺傷した者は病気になっても収容されなかった。基本的には病人を預かる施設であることから、天馬町老屋敷よりははるかに環境の良い施設だったようで、浅草では毎朝一回、品川では毎日一回医師の検診が行われていた。ありがとうございます。